空いてるところでいいんだけど、あの今のその弁当のね、あのドライルスプレーの件なんだけど、今あの本店とさ官邸とあの2社と弁当タイミングとかもだいたい予想時間測りながらあの官邸の許可を受けたりしてるんで、それ守るように基本的にやってね、ドライルスプレーとかそういうことやらないで、そんだけ。はい、わかりました。近帯数の中の線量ですが、先ほど50マイクロシーベットパワーだったものが70まで上昇しております。逐一変化がありましたら連絡します。技術班からです。燃料が露出してから、しばらく時間経ってますので、炉心余裕となっている可能性があります。炉心余裕となっている可能性がありますので、お知らせいたします。